はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そしてポケモンデーが終わって約10日、アルセウスにアップデートが入って約10日っていうことで、だんだん落ち着いてきた頃だと思うんですが、なんとね、このタイミングでアマゾンにとある変化が起こりました。いやーこれはちょっと早すぎないか。まあ実際にこっちの画面見ていただければわかりやすいと思うんですが、こういった形でなんとね、ポケモンスカーレット、ニンテンドースイッチ、アマゾンで出品されていました。早すぎないか。まだ発売してないでしょ。で、バイオレットも選ぶことがもちろんできますね。まあこういった形でなぜかもうアマゾンで登場してるわけです。で、まあこういった形で公式 PV かな、そちらで公開された画像が載ってます。まあ特に非公開の画像とか載ってなくて、正規の画像のみ載ってるって感じかな。はい、まあ、そんな感じなわけですが、早すぎないか。ちょっとあまりにもびっくりしたんで、今回は動画で取り上げました。本当は別の動画撮ろうと思ったんですが、ただね、Amazon 見てたら、唐突にこちらのページが現れたので、今回は取り上げてみました。まあ、出品はされていますが、もちろん予約することはまだできないんで、今後予約情報だったりとか、あとは特典についても今後、公式情報が出てくると思うから、もし公式から何かしらの情報が展開されましたら、こちらのチャンネルでご報告させていただければと思ってます。ですので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。